石破茂候補、お願いいたします。この度、自由民主党総裁選挙に立候補いたしました。衆議院の石破茂であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。冒頭、国民の皆様方に、心からお詫びをしなくてはなりません。安倍総裁に続き、福田総理が。 ご辞任になられました理由はたくさんあります心情的にわかるところはたくさんありますしかしながら国民の皆様方に総理総裁を選んだものとしてこれから私はお詫びを申し上げます合わせて内閣の一員としてそれを十分にお支えできなかったものとしてこれから深くお詫びを申し上げる次第であります今日は何の日であるかというお話が先ほどありました です今朝も8時半から704で三部会内閣外交国防合同会議がありました同僚議員の皆様方とともに我が同胞24名を含む皆様方の御霊やすかれ冒頭黙祷をいたしました今世界はまさしくテロとの正念場 その思いでアフガニスタンに厳しい戦いを展開をしています9.11の衝撃を私は忘れることができないあの映像はこれは本当の世界なのかそのように思ったことを私は今も忘れませんその夜から私はこれに対処する法律は何か 何日も何日もかけて、ホテルに泊まり込んで、その法律を書きました。その前に、湾岸戦争がありました。我々は何をしていいかわからなかった。当選7回以上の方はご存知だと思います。この901で、全部会合同会議というのがあった。ありとあらゆる部会が集まって、 この湾岸戦争にどう対処するべきか、その議論を何日も何日もやった。誰もどうしていいかわからなかった。官僚にもわれわれにもなかった。PKO という言葉を誰も知らなかった。私は大きな衝撃を受けました。130億ドルを出しました。増税までしました。国民一人当たり1万円出しました。 クエイートは解放され、世界の皆さんありがとうと。そういう新聞広告がアメリカの新聞に載ったときに、どこを探しても日本の名前はなかった。一人一万円出してひどいではないかということを言った。あるアメリカ人から言われた。俺の息子は湾岸戦争で命を落とした。それでは、100ドルやるから。 俺の子供の命を返してくれるか、そう言われたときの恥ずかしさ、悲しさ、悔しさ、私は忘れることがない。今、その日本に戻ろうとしているのではないか。油が高いから、危険だから、あの地域から引き上げるべきだという、そういう議論が堂々と行われている。これは一体どういうことだ。 私たちはこれをどうしても止めなければ、日本は国家だと私は思いません。多くの国がアフガニスタンに犠牲を払っている。アメリカ570人、イギリス115人、カナダ90人、スペイン23人、イラク戦争に反対したドイツ22人、フランス22人。日本人の命だけが大切なのではない。どの国民にも、 愛する家族がいて、大切な人々がいて、それでもこのテロとの戦いに勝とうとしているのはなぜなのか、それはテロが、我々の大切な価値観である民主主義も、自由も、人権も、信教の自由も、すべて否定するものであり、そして弱いものを狙う。 強いものを狙うのが正規の戦争だとすれば、弱いものを狙っていく。誰が、いつ、どこで、誰かなぜこのようにして、殺戮されるかわからない。我々が、オウムで体験したはずではなかった。そしてそれが、核を持ち、生物兵器を持ち、化学兵器を持ち、国家と同じだけの破壊力を持ったときに、 この我々の世界はどうなるのか、だからこそ、どの国も命に変えられないものがある、命よりも大切なものが、自由であり、民主主義であり、そして人々の権利、だからこそ戦っているときに、我が国は本当にこんなことでいいのか、政権政党を頼む自民党が、そのことを正面から問うべきである 私はその思いで、今回の選挙に立候補をいたしました。原点は9.11。しかし、昨年の参議院選挙、なぜわれわれは勝利をすることができず、歴史的な大敗を期したか、もう一度思いをいたさなければならないと私は思います。日本全国大敗をした、なぜなのか。私の鳥取県でも 選対本部長たる私の力が足りないこともあって、議席を守ることができなかった。開票の日に何本かの電話をいただきました。きちんと名前を名乗る方でありました。石破さん、私は自民党支持者です。今まで自民党以外に入れたことは一度もない。しかし今回は、自民党が好きだからこそ民主党に入れた。 自民党に立ち直ってもらいたいからこそ、民主党に入れた。その気持ちを分かってください。その電話は、それ一本だけではありませんでした。憲法も大切、教育も大切、安全保障も大切。しかし、自民党は本当にわれわれの味方なのか。つらい人、悲しい人、苦しい人。 その人たちの気持ちを本当に自民党は分かってくれているか、それが大きな声だったと私は思っています。私は、国民の生活が第一、当たり前のことです。当然すぎること当然のことです。国民の生活が第一。しかし、安全保障をなくして、国民の生活はありえない。 安全保障を語るためには、国民の信頼が不可欠、安全保障と国民の生活は、私は一体のものである、そのように信じます。改革、私はそれを進めてきました。郵政民営化の理事も務め、国会において代表質問にも立ちました。あの時に我々はどう約束したか。郵政の民営化で 決して地方には迷惑をかけない、そのように約束をしたはずだ。本当にそれは守られているか。地方において公共事業は半分になり、3分の1になり。ただただ耐えろ。それでいいのか。いいとは思わない。どんなに頑張っても努力しても、生きていくことができないところに手を差し伸べることができずして。 何が政治か、何が信頼か、限界集落、ご存知だと思います。昨年の参議院選挙の折、私はある村へ参りました。年老いたおじいさん、一人出てこられて、私の手を握って、石破さんと、この村はわしだけになってしまった。 もう残っているのは、わしの家とわしだけだ。わしが死んだら、この村はなくなる。自民党は、この気持ちを分かってくれ。俺は自民党を信じるから、この気持ちを分かってくれ。私の手を握って、涙を流した人、その人の気持ちを裏切ることがあって、私は自由民主党の再生はないと信じるものであります。 限界集落は地方だけではないでしょう。都市部にも限界集落はあるでしょう。ニュータウンと呼ばれたところ、かつて華やかな若い人たち、子供たちの声が響いたニュータウン。そこが今や、たった一人で暮らしておられるお年寄りがたくさんいる。そういう都会の限界集落になりかけている。私たちはその人たちの 痛みに応えているか、介護の施設、このまま行ったら介護難民が出るのではないか、そのような不安に応えているか、後期高齢者、長寿高齢者医療制度、本当にわれわれは永田町を出て、とげぬき地蔵で演説をしたか、私は永田町を出て町へ出ようと、つらい人、悲しい人の味方、自民党、 辛い人、悲しい人、寂しい人のそばに自民党、それを取り戻さなくては、私どもは政権を失うことあるべし、そのように思います。財源はどうやって出すんだ調子の良いこと言うが、金はどこから出すんだ私は行政改革だけで全部財源が出るなんて思っていない。無駄を省けば全部財源が出るなんて思っていない。将来、消費税の増税は、 直感比率の見直し、累進性の緩和と合わせて、不可欠であると信じるものであります。私はずっとそれを訴えてきたし、いい加減なことを言ったつもりは一度もない。それはどうするか。官僚と対峙するだけの見識を我々が持つか、そして我々は納税者の代表であり、国民の代表として、官庁にいるという使命感を持つかの問題です。 私は大臣を何度か務めた。これが無駄です、あれが無駄ですと言って、官僚が持ってくるはずはない。すべて必要ですというふうに決まっているのです。これとこれとこれが無駄である。それを見抜く眼力を我々は持たねばならない。そしてそれを言えば、間違いなく官僚から嫌われる。誰も来ない。大臣の言うことはできません。あるいは大臣の選挙区のことは聞けません。 大臣をカンファタブルに過ごすことはできないそれででもいいのです我々は納税者の代表であり、国民の代表であらねばならないのだから、その気概を持って、日本を、地域を、自民党を立て直していく、それが私の使命である、固く信ずるものであります。私たちはどうしても民主党に勝たねばならない、インド洋に派遣するのは憲法違反だ。 インド洋に立ってみなさい。どれだけ暑いか。昨年も一昨年も私はインド洋に立った。50度になんなんとする暑さ、湿度90%、不快指数103。その中で5時間ロジック時間、歯を食いしばって補給している自衛官たちに、私たちはこれで申し訳が立つとは思わない。ことに望んでは、危険を顧みず、 身をもって職務の完遂に努め、もって国民の負託に応える、これが自衛隊員の服務の先生です。私は自衛隊員であったことは一度もない、しかし、この自衛隊員の服務の先生を胸ポケットから外したことは一度もありません。われわれに求めていられているのは、ことに望んで危険を顧みない、その気概だと思う。身をもって職務を完遂するという思い。 そして、そ,してそれをもって国民の負託に応える、その時に国民の心はもう一度自民党に戻ってくる、日本国のため、そして世界のため、次の時代の子どもたちのため、私はこの自由民主党総裁選挙において、党員・党友の皆様方のご支持をいただき、全身全霊、誠意、誠意、働きたいのであります。皆様方のご支,持ご支援 これからお願いしてご挨拶を終わります。